三つ岡、姫子パイクカーとは、レトロ調であったり、繊鋭的であったりと、スタイリングが特徴的な自動車の一つ。またスタイリングが評価された過去の車を彷彿とさせる、スタイリングの車両などもパイクカーと呼ばれる。生産の台数や期間が限定されて販売されることが多く、自社のプラットフォームを流用したり、他社から供給された車両を改造することで、開発予算を抑えている。 日本ではバブル景気の頃に各自動車メーカーが実験的なスタイリングの車両が多く発表されたがバブル崩壊による収益悪化で開発予算が制限されたことや歩行者保護など保安基準の厳格化によりパイクカーは減少した日産フィガロ特定のモチーフは存在しないレトロの車日産自動車は1987年に 初代マーチをベースとした BE-1 を販売、予約注文が殺到する人気車となった。その後、同様の手法を取ったパオ、フィガロが開発、販売された。また、日産はラシーニやエスカルゴなど特徴的な外観の車両を製作しており、現在でもマーチの外観をレトロに変更したボレロを標準グレードの一つとして取り扱っている。富士重工業は、 1990年代中頃に、軽自動車スバルサンバーディアスのレトロ調モデル、サンバーディアスクラシックを発売し、好評を得たため、同社のスバルビビオにもレトロ調グレード、ビストロを設定。同様に他社の軽自動車にもレトロ調グレードが、設定されるようになった。ジャガーマーク2をモチーフにした三つ岡、ビュートオリジナルのジャガーマーク23.4、トヨペットクラウン RS 型をモチーフにした。 トヨタオリジンオリジナルのトヨペットクラウンア RS 型、三岡自動車は、他のメーカーから供給された車両をベースに、過去の名車をモチーフとしたり、クラシカルな外観に、変更した自動車を製作、販売しており、パイクカー専門に近いメーカーである。三岡の車には、オリジナルのスタイリングとしたモデルもある。他にも、台数が、少数のものを含めれば、この類の改造を手掛ける、ショップは多い。 トヨタウィルシックス・ミツオカ、オロチトヨタ自動車は1990年代末から2000年代前半にかけて実験的なスタイルのウィルシリーズを販売していた。ミツオカには前日のように改造車が多いが、オリジナルの設計である01などもある。2006年にはヤマタのオロチをモチーフとしたオロチの市販を発表している。ありがとうございます。